色に光る砂漠の砂が届く辺境の町。その隣にそびえる魔物の塔。この巨大な古代遺跡にはその名が示す通り幾多の魔物がうごめいている。決して楽ではない旅路にもかかわらず、トレジャーハンターたちはこぞってこの町を訪れた。魔物が集めた宝、そして何よりもこの塔でしか見ることのできない珍しい魔物の卵を求めて。魔物は卵から育てれば人に懐く。魔物の卵や人に慣れた魔物は良い値で取引される。それが珍しい魔物ともなると目もくらむほどの金額となるのだ。魔物の売り買いでにぎわうこの地を人は魔物の町、モンスバイアと呼んだ。そしてこの町に一人の少年がいる。少年の父は魔物の心を理解し、魔物の扱いに長けた魔物使いであった。しかし早くに父を亡くし、母が一人少年と妹を育てていた。家の暮らしは厳しかった。卵が手に入れば高く売れる。少年も魔物使いの血を受け継いでいるのだ。卵狩りがしたくてしたくて仕方がなかった。だが15歳の成人の日まで塔に立ち入ることは許されない。塔の中は魔物の巣、必ず迷う危険なダンジョン。大人たちでさえ塔の中ほどまでもたどり着くことができないのだ。子供の立ち入りが許されるはずはなかった。少年はずっと塔に入りたいと思っていた。遺跡の深淵に眠る見たこともない魔物の見たこともない卵、それを手に入れてやると、そう思いながら。そして今日、少年は15歳の誕生日を迎えた。材料の仕入れに遥の町まで旅行に行ってるのよ。お腹減ってる？私が作ってあげようか。じゃあ何がいいかな。
私の取り柄は料理だけだから、これといって趣味もないし、一日中父さんの手伝いをして。ねえ、そういうのってどう思う？は？私の父さん？でしょ？美味しい料理で町のみんなから感謝され親しまれてる。料理だけが取り柄なのもとっても素敵だってことね。ありがとう。私も父さんのようなみんなから愛される料理人になりたいんだ。私も父さんのようなみんなから愛される料理人になりたいんだ。
貴様か。心細くなって私に助けが欲しくなったのであろう。私のそばにいたいのか。しけな！日頃よりの礼儀を欠いた原稿の数々、もう許せん！今ここで勝負だ！待て！あ、いや、また！この薬草をやるから。少し油断したようだ。覚えておけ！